はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マブリスナップをやっていこうと思います。ということで行きましょう。さあ、来い。相手が見つかる。行きましょう。ニコスが3枚だね。フィスクタワー、このロケーションにカードが移動したとき、それを破壊する。お、ニコスが4枚。なるほどね、と。で、フィスクタワーはあんまり良くないロケーション。2個目は、ニザベリル。ニザベか。どうしようかな。移動したら壊れちゃうか。フィスクタワー書き換えとくっていうのもありな気がするし、クレイブン出しとくのもありな気がする。どっちがいいかな。まあ、3つ目のロケーション見てから書き換えるか選びましょうか。ということで、真ん中クレイブン行きましょう。相手は未開の地にプルマン。移動だ！ワーカンダ大使館。はい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 。これプルマンバスターできるね。プルマンバスターしましょうか。相手も同じ動きだったとしたら1ターン早いわけだけど、その代わりね、プルマンもバスターも強化されてるので、こっちの方が1体の打点はでかいかなみたいな、そんな感じですね。あとはフィスクタワーを俺は、書き換えることができるので、まあ俺のタイミングでね、書き換えて移動できるようにしていきたい。さあ、相手はクレイブンと、あー、イアンフィスト。はい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 。じゃあプルマンバスター決めていきましょうか。さあ、おーっと、同じ動き、プルマンバスター。ただこっちはワカンダ大使館の恩恵をプルマンもバスターも受けてる。でも相手はフィストで増やせるから相手のがちょっといいのかな、動きとしては。はい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 、9点14点。こちらは、11点をとりあえず1体出したよと。どうしよっかな。5ターン目で、いや、フィスクタワーこれ書き換えない方がいいね。ストレンジで吸って、フィスクタワーにはこれモラレスよりクロークのがいいのか。6点出るからね。これでいきましょうか。ビジョン。さあ、こっちはプルマンを吸うことで16点。さらに、プルマンが増える。ほい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 。今フィスト来てもな。あ、これどうしようかな。相手はフィスクタワー行くと破壊されると思ってるけど、あ、いや、微妙だな。普通にワカンダ大使館にモラレス出す方がいいか。あ、わかんない。いや、11点にしてワカンダ大使館にこの2人並べるか。これでどうだろう。これでいける？本当はね、フィスクタワー書き換えてとかやりたかったけど、なんか確実に勝てるルートが見えないっていう感じだったので、これでいきましょう。あ、ストレンジでスーッと逆転か。9点21点。あー、ダメだ、勝てぬ。
はあ、やられた。いや、そうか。これだったらあれだな、フィスクタワースカーレットで書き換えてプルマン動かしちゃうっていう動きをした方が良かったな。やられた。そうか。次行ってみましょう。そうね、なるほどな。まあクローク出してたからこそね、ちょっとスカーレット読まれて相手だけヘイムダルとか出されたりしたら、余計勝てないなと思ったんですが、お、ワカンダ大使館、ほい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 。これはフィスト出してクロークぶん殴って次のターンにモラレス出せるような感じにしとくのもありか。まあでもちょっとフィストをそのまま出すのもったいないか。相手はウォッチャー、残り2つも分かっているぞと言わんばかりだね。セントラルパークはリス鬱陶しい。リスは鬱陶しいね。一応真ん中クレイブン出しておきましょうか。リス邪魔だなマジで。あー、それ下げられんのつらい。モンスターメトロポリス、このロケーションでパワーが最も高いカードのパワープラス3する。いやー、どうしようかなこれ。3コストか。まあフィストクロークって出してクロークぶん殴ってもらいますか。でクレイブンの攻撃力を上げると、これでいこう。相手はコロッサス、これはフィストでクロークを移動させて殴って真ん中クレイブンがパワーアップで移動ができるぞとなるんだけど、これね、むしろリス動かしてちょっとスペースを空けましょうか。でこの状態でモラレス出してで、一応全部塞がないようにしたままハルクバスターで少し補強しようか。これでいこう。あ、でもキルモンガーいるとね、せっかくくっつけて強くしても弱くなっちゃうのか。相手がキルモンガーとか持ってるかどうかだけど、まあでもとりあえずハルクバスター合体させて、リスだけでモンスターメトロポリスを取りに行きましょうか。さあ5ターン目の動き。あ、ストレンジで吸うのはリスなのね。だったら、あ、ちょっと待てよ。メトロポリスのプラス3があるから8点なだけで、6点か。あ、違う、5点なんだよね。だからモラレスを動かすこともできるか。まずモンスターメトロポリスを書き換えて、その後にストレンジを出せば、モラレスを真ん中に引っ張れる。で、最後にヘイムダルでずらすっていう動きで勝ちに行きましょうか。さあ、相手は埋めてきた。ヨートゥンヘイム、ちょっとそれ良くない。あ、ヨートゥンヘイムはまずいね。マイナス4されちゃう、俺だけ。いてててて、だな。で、コスも、はぁ、あ、はぁ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 、コスも、
公開時が発動しないよと21点、まあ、6点がね、容易にまくれてしまうのがわかるので、まあ、ヘイムダル出すしかないね、ここは。で、8点、9点になって、6、11、6、5で11、13点、プラス、9の13、だから22点。ただ、4、6に対して、あ、14点。これは、ギリギリだな。でも勝ってんじゃないか？さあ。勝ってるような気がする。計算上は。そうだよね。14点だもんね。オッケー。これでなんとか足りてる。おっと、ロナン。はいはいはい、あぶねー、勝利。ここはギリギリ勝てましたね。オッケー、クレイブンのブースター。さらに、ミッション達成したことで少しクレジット増えたので、まあ、こちらね、変えていきましょうか。そうだね、ホブゴブリンをエピックにしましょう。オッケー。これでプラス4、新しいカードゲット。スウォーム、このカード手札から廃棄した時、自分の手札にコストが0のコピーを2体追加する。まあ要するに廃棄されると0コスの3が2枚手に入ると。まあ素の状態だと、2、3パワー、コスト2パワー3っていうやつですね。はい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 。で、クレジットは50しかないから、まあここまでですね。はい、というわけで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。